ルベン・フィリペ、マルケス・アモリムは、ポルトガル・リスボン出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。元ポルトガル代表。現役時代のポジションはミッドフィールダー。現在は、プリメーラリーガス・ポルティング CP の監督を務めている。同胞のティアゴ・メンデスのように、セントラル MF として守備的にも、攻撃的にも、両方プレイができ、アモリムはさらに右へスエイチ 右 SB としてもプレーした。2000年から SL、ベンフィカのユースチームに所属。2002年に CF ベレネンセスのユースへ移籍し、2003年にトップチーム昇格。12月14日の FC、アルベルカをホームに迎えた試合で、試合終了残り1分での出場が、スーペルリーガデビュー戦、チームは2から0で勝利した。以降は、 ユースとトップ両方の試合に出場し、2005から06シーズンからは完全にトップチームへと移行していった。2007年夏になるとユース時代を過ごした SL ベンフィカをはじめ SC ブラが FC ポルトのポルトガル国内のみならず、トッテナムホットスパー FC、トゥールーズ FC 等の国外のクラブも興味を示したが、アモリム本人は残留を希望し、 またクラブ側も入札を拒否した。このシーズンは29試合2491分出場し8位でフィニッシュした。2008年4月ベレネンセスとの契約が終了したアモリムはフリーエージェントで SL ベンフィカに移籍した。1年目の2008から09シーズンからレギュラーとしてプレーすると11月23日のアカデミカ。 コインブラ戦で移籍後初ゴールを決めにから零で勝利した。2009から10シーズン、チームは実に5シーズンぶりとなるリーグと達差だリーガをするも、新加入のハビガルシア・トラミレスの影響で24試合中スタメン10試合に減少、その少ない時間の中で顕著なプレーを見せ、優勝に貢献した。2010から11シーズンは、 ジョルジェ・ジェズス監督の下で、レギュラーとして、再びプレーしていたものの、2011年1月19日に、両膝の手術のため数ヶ月欠場することを、余儀なくされた。2011年10月初期、ポルトガル代表に招集中に、チームはたった一人の代表選手なしで、ほとんどの試合をしている都市国人を、あまり起用しない、ジェズス監督を批判した。 12月の両安ベ FC 戦では、数分間はウォーミングアップをしても使われない苦境に、ますます嫌気がさし、さらに試合後に、ベンチの選手としてトレーニングすることを拒否したため、懲戒処分を受けた。2012年1月30日、翌2013年6月までの期間で、SC ブラガへ貸し出された。2015年8月14日、あるワクラ SC へ1シーズン貸し出された。 2017年4月4日、現役引退を発表した。ポルトガル代表でプレーするアモリムポルトガル代表として、オランダで開催された UEFAU-21 欧州選手権2007に出場した。最終的に5位決定戦でイタリアに敗れたため、翌年の北京オリンピック出場はできなかった。2010年5月10日。 当初は 2010FIFA ワールドカップの23名に選ばれず、6名のバックアップメンバーとしての登録だった。しかし、何が、左鎖骨の怪我で離脱したため、追加招集という形ながらも、2010FIFA ワールドカップのメンバーに選出された。6月15日のコートジボワール戦で、試合終了残り5分のところで、ラウール・メーレレスに代わり出場し、 A 代表デビューを果たした。2018から19シーズンに、ポルトガル3部のカーザピア AC で監督業を始めたが、2019年1月に辞任。2019年9月に SC ブラガのリザーブチームの監督に就任したが、わずか3ヶ月後の12月にトップチーム監督のリカルドサ・ピントが解任され、公認としてブラガ監督に就任する。 2020年1月25日、タッサ・ダリーガ決勝で FC ポルトに勝利し、監督として初のタイトルを手にした。国際 A マッチ14試合0得点。ありがとうございます。